本場の米だけのソースなので、本当に食べるのがスタッフさんのおすすめということで。2021、おはようございます。さあもうあと20数ゲーム、あ、そうですね、23試もうやったら終わっちゃいますよ。そんななりましたか。もうパリーグが、はい、今日もうロッテが、はい、小島投手完投して完封して、今日6回かな、途中全然ストライク入んなくなっちゃって、押し出しとか出しちゃって、あ、これまずいかなと思ったんですけど、なんとか粘って9勝目で、石川投手とかが復帰してきて3勝、いいですね。でこの川村投手っていうドラフト4位なんですよ、はいはいはい、3勝目、この3人で今週3勝して、なんとかオリックスとの差を3ゲームにしました。いや、立派なもんですよ。だってレアード25号で連敗した時はね、どうしようかと思いましたけど、はい、増田投手が34歳、やっぱりね、ちゃんとあれなのね、うん、あの無理させないのね、あの連投連投とかしないのね。今日も結局最後あの偵察いたから増田投手とか休ませちゃうのね、9回投げさせないのね。それだからローテーションが綺麗に回って、差は3ゲーム。オリックスもやっと今日吉田くん帰ってきましたよ。あ、代打で出ましたけど、よかった、レフトフライで終わっちゃったんですけど、今日戻ってきたんで、あ、来週だから、来週、今週だよ、今週ですよ、今週このロッテオリックス、あら、直接対決行きますか、火曜日から。どうします、火水木行きますよこれ。いや、ですよね、これ行かないと。オリックスも一応山本投手がもう全然、もう3ヶ月以上負けてないんじゃないですか。ああ、やっぱすごい投手ですね。12連勝あ15勝。もう全然負けないですね。ラオウも28号。紅林くんがこの間、今、吉田くんの代わりに3番入ってるんですけど、19歳。ちゃんとスリーベース逆転で。若手がね。8号ほ。もう打ちましたし、全員活躍してるんですよ。でも今週2勝3敗1分けということで、はい、3ゲームですけども、楽天も早川君が久々に勝って、うん、鳥本投手も10勝して、でもマー君が勝てないんですよ、ね、この間ベンチで頭抱えてる映像が、今日も、ずっと0点で抑えてたんですけども、ランナーしょって珍しくワイルドピッチして、で1点取られちゃって、どうしたの、最終回に、ヒットを茂木君が打って1-1の引き分けになったんですけども、なんかマー君が勝てないんですよ。マー君どうしたんですか、あの偉大な投手。なんか勝てないんですけども、そしたらソフトバンクが今週すごく良くて、はあ、千賀君、マルチネスとかがもう完璧に投球して、栗原君が今週15、16、17、3本打って、ギータ27本、はい、でまたあのリチャード君、はい、あの沖縄出身で、はい、彼がまた今日ホームラン打って、って今宮君も打って、5勝1敗で、ここがまた 1.5 になって、面白いですね。だから3位に入ったら、またここで、クライマックスがありますから、ありますからね、ちょっとパリーグは分からないです。いや、面白い。西武も高橋光成君が11勝してますけど、あ、上沢投手も10勝、はい、セリーグがヤクルトがもう、あら、入れ替わってる。 今試合中なんですけど、ね、試合中ですね。今 2-0 で中日をリードしてるんですけども、はい、村上選手打ちましたよ。村上選手が、僕が資料綺麗に整理している途中に38号打ちました。36号のグランドスラムになって1回裏ですからね。あ、そうなんですか。1回裏に満塁ホームランですよ。だから1番、2番、3番が出て村上がドーン。さっきもそうでしたよ。いや、すごい。37号、38号、だから今岡本と並んだんですよ。あ、そうですね、38号のホームランダービー、はいはい。でヤクルトのは試合少ないで、あの多いですからね、残りが、はい、だからホームラン王ありますよ、村上選手。打点はちょっと岡本くん
引き離してますから、はい、あれですけど、ホームラン王を取ってヤクルト優勝だったら MVP は3割も打ってますからね。村上選手でしょうね。出塁率いいですからね。フォアボールがとにかく多いんで、岡本君と違うのはね、フォアボールが多いんですよ。だから率残してるんですよね。いやでもすごいヤクルト、ね、デッドも29号、キャッチャーの中村君っていうのもきっちりいい仕事してて、タイムリーこの間9回かな、きっちり打って、いや高梨投手とか、あ、魂がまた、あ、清水さん、魂は今ホールドでトップですからね。お、必ず8回投げてるんですけども、はい、この間3勝目。それからサイスニード投手っていうのもいた。サイスニード、何サイスニードさん、聞いたことない。よく調べたサイスニードさん、ええ、スニードさんなのね。スニードさんですか、名字は。あ、サイ、サイはなんか、ね、なんだろう、あれ、あだ名なのか、サイスニードさん。サイスニードさん、ええ、本当はスニードさんだと思うんですよ。いや4勝いや今勝ってますから、ひょっとしたら、うん、今週5勝あります、ね、負けなし引き分けで8連勝する、一気に59勝になっちゃうんだから17、はい、貯金、一応優勝するチームは貯金20っていうのが目安ですからね。あ、そうなんですか、はい、貯金20まであと3つですよ。いや辛くなってきたな。阪神やばいんじゃないですか。いや阪神とヤクルト今並んでんですよ、同率、はい、今日ヤクルト勝てば 0.5 つくのかな。あ、ええ、確か 0.5 多分つくと思いますけど、先週言いました高橋君、はい、阪神アジア大学、はいはい、高橋遥人投手、ジャイアンツ13奪三振で完封2勝目、糸井さん今日見事にスリーベース、糸井さんいいんですよね、かっこいいんですよ、頑張ってますよ、元祖超人、ね、スアレスも今週初めて失敗したんですけどね、セーブ機関、あの機械、うんうん、でも、今日もあ、セーブ上げて34、マルテも打ちますね、ヤクルト阪神がちょっと行ってジャイアンツがここ4ゲームになりましたからね、辛いですよね、4ゲームになったら直接対決をジャイアンツ、うん、2敗1分けですからね、うん、ちょっと厳しいかな、岡本38号、坂本君もすごい今打って打ってますよね、もう3割目の前まで来てますけども、はい、いやーちょっとジャイアンツがきつくなってきましたかね。あらららら、でもここはまだ差ついちゃってますからね、中日と巨人が、中日と巨人はついてるんですね、で広島が今日大瀬良君とか7勝して、小園君が1試合5安打素晴らしい、やっぱりいいショートになってきましたね。で DeNA 今日あれが魂が打たれて、山崎さん、はい、あらららら、魂せっかくあの抑えにまた戻ったんですけど、今日また打たれちゃって、あら、こっちの魂頑張ってるんですけどね、清水魂がちょっと、山崎魂がちょっと、あららら、山崎さん頑張って、そして、はい、鎌ヶ谷魂は、あれ鎌ヶ谷魂どうしたんですか、鎌ヶ谷魂もういっちゃいます、出場出しです、今週、もう早っ、ね、で大谷さん、大谷さん久々45号、ダーン、でかかったですね、138メーター飛んだと、ダーンって言って、おじさんがこうボール取って、ここがあって、ニコニコ顔でこう、イエーって、ここに子供がちょうだいちょうだいちょうだいって言うんだけど、おじさん全然あげなかった、ずっと握ってニコニコしますね、おじさんあげればいいのに子供に、ちょうだいちょうだいって、これずっと男の子がちょうだいちょうだいって顔してるんですけど大谷さんのホームランボールだから、で今日多分、はい、これがアップされてる時には結果出てますけど、デーゲームで先発なんですよ。あ、じゃあもしかしたら、だからもう結果出てると思います、はい、だから10勝目、勝ったかどうか、もうこれアップされてる時には出てますね。本当ですか、ええ、10勝45本、盗塁が20いくつ、はい、なんかニュースではベーブ・ルース以来とか言ってましたけど、ですよ、100何年ぶりですよ、もし2桁勝ったら、すごい、いや、どうなってんだろうな、いやして、5時からなんですよ、してほしいですね、夜中の、今日夜中、今撮ってる、今日曜日でしょ、はい、明けた
5時月曜日の朝5時お見るんですかダーザいやなんとか見たいっすねあ起きるんだ頑張れば見れますよね5時起きるんだ5時筒香か8号あなんか調子いいですね、まああと今日の5時からの、はい、大谷さんの大谷さんはちょっと見たいはってぜひとも実証、はい、まだホームランダービーは一本差なんでそうですねあとゲーム6試合かなしか残ってない7試合6試合ぐらいしかないんですよいや大谷さんもう敬遠するから俺嫌なんですよね敬遠はあるしフォアボール2ボールぐらいの2個ですかねいや何で勝負してくれないですかねいや今マリナーズもかかってるからねプレーオフがいや次ですねマリナーズのシアトルマリナーズのあとレンジャースかなんかですよレンジャースかかってないんでそんなプレーオフとかだからレンジャースの時あると思いますチャンスがなるほどぜひ勝負してほしい、じゃあズブズブのニュース鎌ヶ谷さんが見ますね早かったな、今日鎌ヶ谷さん鎌ヶ谷さんさらっと行かれちゃったもう、今日ズブズブニュース、はい来ております、はいお願いしますいやいや今週ですからねそうなんですよ今週オリックスとの3連戦井口監督から、はい、高さんへカージンからえっちゃーさあいつのやつ見せてすっごいうまいですよねお前がライナーさっきと見た守備がうまいですね猫みたいだったねこのなんかキャッチボールもすごいらしいですよ、ね、まあまあおほグラシアスイージーイージーマスタードビエンドビエングラシアスミステタカグラシアスポラポヤーノイポレタコノソトシエンプレデベダテケレモモチョロケトゥアタハチノコノソトバモアオランプリメルガイグラシアスバモアデラングラシアスイシゴノポヤンドタカさんにどんなプレーを見てもらいたいですかシエンプラメホイフガーケヨアガシエンプSe la voy a enseñar al público y a él, que siga mirándome. ¿Japonés, por favor? ¿Japonés? Ni un gol. ¿Algo japonés? Con el Asimash. Adene Chavarría, Kenbate. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?そうですね、タカさんが今度のオリックス戦で応援に来てくれるようになりました、はい、あ本当ですか楽しみですね、はい大事な1週間になると思いますのでオリックス楽天で、ね続きますのでねなんとかこの1週間でしっかりと、勝ち越し勝ち越しで決めていきたいと思いますありがとうございますいよいよ残りシーズンも少なくなってきましたけど、はい、どんな意気込みっていうか心構えで挑んでいるか、はい、まあ我々はねチャレンジャーなんで残り25試合切りましたけど、まあ、最後までねもう全員で一つになってしっかり戦っていきたいと思いますあえてキーマンを挙げるとしたらどのキーマンですかキーマン誰ですかねまあ若手じゃないですかね若手がねここを取っている時に力発揮してくれればチームとして非常にこう活気づくと思いますんで、はい、期待しますさっきタカチャンネルをご覧になってますあ、見てます、はい、月曜日にいつもしっかりとチェックしますありがとうございます、はい、じゃあ応援お待ちしてますお願いしますありがとうございますいやいよいよですよ、いよいよ今週すごいですねオリックスその後楽天はい、ここ立て続けですねいや大変な6試合ですね見たいですねやっぱり見たいですねだからこのままのローテでいくと来週の日曜日はマー君ですよだから6連戦の最後はそういうことか、大変だぜだから山本君が出てくるあれにはないんでローテじゃないんで違うんですか宮城君が頭のローテの試合だから一番最初、はい、だから山本君とは当たらなくて済むんですよあだから宮城君をどう初戦倒すかでしょなるほどまあロッテとすれば、うん、まあ最悪ですよ、はい、オリックスに一つ勝てばいいぐらいの気持ちでいけば、うん、3連敗すると一気にまた並んじゃうんでまあ2勝1敗したらそうですねよしですよね2勝1敗楽天2勝1敗だったらもう一気に乗りますかギアが入るんじゃないですかロッテはいうーん勝ってほしいなこんだけミッ
ックスもなぁ、吉田くん戻ってきて、ラオウ打つし、面白いなぁ、紅林くん調子いいし、だから石川投手とか、うん、その辺が行くんだ、頭だ、若手がって言ってましたからね、このだからこの川村投手とか、川村投手、そうですよね、小島くんは来週だから、うん、マー君と投げ合う、10勝目、9勝多分自己最高だと思うんで、うん、2桁勝ってもらいたいですよね。ちょっとマーティンいないのが寂しいですけど、いやーマーティンがだからクライマックスシリーズとか、あそれまでに間に合えば骨折直して、うん、あ確かにちょうどね、このね、ここにこう、レガースつけてんですけど、はい、ここに当たったんですよ、俺見てたんですよ、そのゲーム、ね、ガッツってちょうどレガースがね、こうなってる、ここに当たったんですよ、それで、あ、くるぶしいっちゃったのかなって、やっぱこの辺いってんですよね、こう、こうっていってね、ちょっとバッタ力入りますね、そこ、ね、ここに、こういうのつけてないんですよ、こっち側の、ここまでなんですよ、でここに当たったんですよ、いや治るんですかね、いやー、やっぱ無理っくりでもやるでしょう。まあそうですね。多分あれでしょう。オーツボックスみたいに入ってるでしょ。なんかあのベッカム。あ、酸素カプセル、うん、あれでこう。酸素ね。酸素。治り早くっていう。でもエチャバリアだっけ。エチャバリア。うまいよね。この間のライナースパッと取ったやつなんかもう完全抜けてる。キャッチボールもすごかった。似てんだもんね。キャッチボールもう一回見せたよ、もう一回、すごい、なんかマジックって言ってましたよね、どういうこと、おお、すごい、おお、エッジワンモアワンモア、おお、グラシアスエッジ、この土手に当ててる、土手です、昔今西武の監督やっている辻さんが、うん、さんセカンドを守ってる時に、はあ、絶対にゲッツーの時、はあ、ここでポケットで取らないって言ってました、こうやってあ当てて、ここ間に合わないから当てて、はあ、ゲッツー取った、じゃあそれエチェバリアさんやってますよ、それのグローブが、クボタスラッガーっていうグローブを使ってたんですけど、うん、クボタスラッガーに行って、クボタスラッガー、そこの辻さんのグローブあったんで僕見せてもらったんです。すいません、辻さんのグローブ見せてもらいました。本当ここにこういうふうに、こういうふうに、それ土手っていうところですか？に当てて、ボールの跡が、へえ。それでパッて見たら店員さんがね、あと思ったら杉谷のもあったの。高橋さん、杉谷の見ますか？って言うから、杉谷のいいです。見てあげてよ。構えあれで出場もないんだから、やつは土手に当ててエラーするから土手に当ててエラーしちゃうんだな、辻さんを土手に当ててこうもう流すんですね、流すんです、うん、だからえっちゃんも多分、うん、そんな感じですね、だから守備うまいですね、はい、だ土手見りゃ名選手わかるわ、うん、だってヤンキースか中にもいたんでしょ、言ってたよエジバリアさん、うん、あそうなんですか、あそうみたいですね、すげーうまい、だからああいうキャッチボールで分かるんですね、すごい、エチェちょっと見たい、行きましょう、じゃあ行きますか、鎌ヶ谷も行けるんじゃないですか、ちゃんとあなた何ですか、最後まで見れるように部屋取っときなさいよ、いやそれは言ってますよ、カジーに毎回途中で出ていくみたいな、いやいやもうそんなもんそういう茶番いいからね、いや茶番なんかやらない俺、やらないで、ね、ちゃんと周囲攻防なんで、火曜日だからね、火曜日だっけ、火曜日行くの、水曜日、火曜日でしょ、本当は俺第一戦行きたいの、宮城君と、うん、多分石川投手の第一戦、大事な、うんうん、あだからじゃあ恵比寿マスカイテルなんでしょ、恵比寿マスカイテルの収録なんでしょ、多分そうですね、多分行きたいのに、マスカイテルじゃない、マスカッツね、あとありがたいけど、タカちゃんから言ってもらうとマスカッツ、マスカッツって言ってもらうだけでちょっとマスカッツ的にありがたいけどでも本当最後優勝かかったら火曜日でも行くよ、俺優勝？どう？あ、そうか。ロッテがこの先もう優勝決まるじゃん、それが火曜日だなんて時は行くよ。まあそれはタカちゃん取るか。だからダンカンとか誰かに貸してよ。あなただってマスカイテルあるんでしょ。俺マスカイテル、マスカッツね。それ貸してよ。世のどこどともはマスカイテル。それ。
貸してよ。貸さないわよ。痛い。おお。これ貸せよ。貸さないよ。いや。痛い。もう痛いよこの人。お母さんが心配するからうちの田舎の。これねお母さんがねあなた。タカさんと仲良くしなさい電話かかってくるんだってもう今日の昼よ電話かかってきたのあんた年下なんだからタカさんに偉そうに口聞くんじゃないお母さん大変なんですよマスコミが嘘ばっかついていやついてないと本当に心配貸しなさいよ本当に貸さないわ痛い痛い痛いもう火曜日でもね閉めてもうダンカンちゃんこの間ダンカンちゃんと3人でお茶飲んでたらね大学生の可愛い大学生の子が ね写真撮ってくださいっつって、ね、あのぐらいの子が見てくれてるわけですよです、ね、この番組を上智大学って上智大学ですね、はい、あの実食とか大好きですそれ3年前に終わったんだよタカチャンネルじゃないそれタカチャンネルじゃないからねもう一つ、はいロッテオリックス今週の火曜日から3連戦、はい、お願いします応援いきます頑張ってくださいお願いします貸しなさいよ放鉄貸さないわ痛いゆっくりよタカさんゆっくり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 やったダウンショットでかい